皇居のエアコン担当経験者の秋にです。今回お送りするのは三菱電機のプレミアムモデル Z シリーズの解説をどこよりも早くお出ししてみようかなと思っています。今回の三菱電機のプレミアムモデル Z シリーズ、これにはね、非常に特徴的な機能が搭載されています。名付けてエモコテック。エモコテックって何と思われるかもしれませんが、エモーションコンディショニングテクノロジーを略してエモコテックと言ってるんですよね。で、これは何かっていうと、非接触でその室内にいる人の脈を測って、今その人がどういう状態なのか、そして快適に思っているんだろうか、それともちょっと不快に感じているんだろうか、身体的な状態と心理的な状態の2つの側面を検知して室内の環境を変えていくというのがエモコテックと言われているものです。もっと分かりやすくお伝えしましょう。普段室内で過ごしている時には、やはりくつろいでいる時と仕事をしている時あるとするならば、やはりくつろいでいる時っていうのはどこまで行ってもとにかく心地よく心地よく、言ってしまえばもう寝ちゃってもいいんじゃないかぐらいに心地よくなれるような環境っていうのが求められてくるじゃないですか。一方で在宅ワークをしている時のようにね、ある程度シャキッとした状態で室内で過ごしている時、まあでもね、シャキッとしてる状態で仕事をしてる時と言っても、まあ、ぶっちゃけね、人目がなかったりするともう眠くなったりとか、もう気が散っちゃったりとかするじゃないですか。だからそんな時に心地よい室温でいたら、もうそのままもう眠っちゃうとかね、もうふーっといっちゃうようなことって起きるじゃないですか、実際のところね。でその時に、いわゆるそのリモコンでくつろぎモードではなくリフレッシュモードっていう形にしておくと、でその状態で例えばね、僕が仕事をしてる最中にこううとうとっとしたりすると、それをセンサーが感知して設定温度よりもちょっと低めの温度にしてくれるとかね、あとはそのオプションでつける換気のパーツがあるんですが、そういったものも一緒につけることによって換気回数を意図的に増やしてフレッシュエアを入れるようにするとかね、そういった形でそのまずくつろぎモードとリフレッシュモードとどちらのモードを選ぶかによって、その状況下においてその中にいる人がどんな状態になっているのか、それを感知して室内環境を整えていくというものになってきます。これね、なかなかもうそこまで来たかっていう印象を僕は今回持ったんですよね。でも一方でやっぱりね、室内で過ごす人の情報をどういう形で取得するかっていうことの一つのやっぱり答えではなかろうかと思うんですよね。今までは表面温度で、暑いと感じてるのか寒いと感じてるのかなんていうことを検知していましたが、さらにそこに脈拍とかね、そういったものを拾うことによって、きちんと目が覚めてるのか眠そうなのか、そもそも眠くなっていい状態なのか、目を覚まさせてあげなきゃいけない状態なのか、そういったことを検知するってことが非常に秀逸だなと思いました。またそれ以外にはね、ムーブアイのミライプラスという、まあこれはね、従来からプレミアムモデルについているムーブアイの非常に優れたワンランク上のムーブアイの機能ですが、そういったものによって家の断熱性能が高い家だったり低い家だったり、それによって冷え方、温まり方が変わってくる、そういったものを使いながら、この家はどういう家なのかっていうことを学習していく機能がついているものです。そういった意味では最終的にその家に合ったエアコンになっていく、いわゆるその家仕様のエアコンになっていくってことが MOVE i ミライプラスの真骨頂なんだなと思っています。そしてこれも外せない特色の一つとして、やはりね、外せるボディ、これは今までもフィルターのお掃除機能はいりませんよいりませんよってずっと僕は言い続けてきてますよね。それがなぜいらないのかというと、結局エアコンの洗浄はしなきゃいけないのに、フィルター清掃機能がついてることによって非常に高額なエアコン洗浄費用になってしまうということが意味がないんじゃないだろうかというところに行ってるんですよね。ただこの三菱電機の外せるボディっていうのは、特殊な技術とかより高度な技術を用いなくてもエアコンがフリーハンドでね、ガサッと外すことによって洗浄のしやすい状態になっていく、
おそらくそれはまだまだね、三菱電機のハンセルボディだけがそういった機能を有しているので、なかなかね認知されてない業者さんもいるかもしれないので、必ず事前にエアコンの洗浄業者さんにお願いをするときには確認をしていただきたいのですが、僕個人の感覚としてはハンセルボディのエアコンについてね、エアコンの洗浄をする際にはフィルター清掃機能がついているからといってでも洗浄費用がバカみたいに割高になるってことはないんじゃないかと思っています。もっと言えば割高にする理由がないじゃないかと思っています。なので一応ね事前の確認はしっかりしていただきたいのですが、とはいえねフィルター清掃機能がついていることによって発生するデメリットの一つ、エアコン洗浄費用が高額になるってところは回避できる。さらに日常の皆さんがご自身でやられるメンテナンスという意味でも非常にきれいにしやすいものがあるっていうのがね、とても優秀な機種だなと思っています。まあ今回ね普段あまりねそのプレミアム機種っていうのはあまり解説をする方ではないんですが、エモコテックという機能を有することによって脈でその人の状態を把握してそれに合った室内環境を作り出すという機能が非常にオリジナリティがあり、なおかつすごい機能だなと思ったので、今回はどこよりも早くご紹介しようと思って動画を作成していました。これからねエアコン選びをしようと、せっかくだから少しでもいいものにしよう、まあね、どんどん電気代が上がってるから、せっかくだったら電気代が安いものがいいな、でもやっぱりより快適なものを試してみたいな、なんていう方にはね、ぜひ Z シリーズを検討するべき機種の一つに加えてみて、ご検討されたらいかがでしょうか。なるほどな、今回も納得できたよと言っていただける皆さんは、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。皇居のエアコン担当経験者の秋根でした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。